シソーラス・ゼイラニカスの通販のヨハネス・ブルマン。ヨハネス・ブルマンは、オランダの植物学者、医師である。セイロン島やアンボン島、ケープ植民地の植物についての著作を行った。アムステルダムに生まれた。父親は、進学者のフランツ・バーマンである。弟のフランツ・バーマンも進学者になった。ライデン大学で、ヘルマン・ブールハーフェラに医学を学んだ。 1728年に医学の学位を取り、アムステルダムで医師を開業した。フレデリクス・ルイシが没した後を継いで、アムステルダム大学で植物学の教授となった。アドリアーノ・バンブーレンと結婚し、生まれた息子のニコラス・ブルマンも植物学者となり、ウップサラ大学でカール・フォン・リンネの下で学んだ。リンネが1735年にオランダを訪れたとき、 ブルマンは、リンネの才能に打たれ、自宅に滞在させ、6週間にわたり、著書の正論の植物の仕事を手伝わせるために雇った。リンネを、博物学愛好家のジョージ・クリフォード3世に紹介し、リンネは、クリフォードの庭園の植物の目録作りに雇われ、リンネは、数ヶ月かけて、ムーサ・クリフォーティアナを完成した。リンネは後に、ブルマンの名を、トガの名前、 バーマニアッチにつけることになる。ケープ植民地の植物に関する書籍は、ニコラス・ウィセンの標本や、カスパル・コメリン、シモン・ファンデルステルの記述を元にしている。アンボン島の植物に関する著作は、ゲオル・クルンフィウスの著作に基づいている。西インドの植物の記述は、シャルル・プルミエの著作によっている。バームは、植物の学名で命名者を示す場合に、 ヨハネスブルマンを示すのに使われる。http://www.linnews.w.se コロンススララッッシシュュスラッシュオンラインスラッシュライフスラッシュ 62html-hathttp://sundaytimes.lk スラッシュ061001スラッシュプラススラッシュ p l s 1 0 h t m l http://www.linnews.w.se コロンスラッシュスラッシュオンラインスラッシュライフスラッシュ62 h t m l ハット h t t p コロンススララッッシシュュ w e r e l d a a n b o e k n u b l a g n l スラッシュタグイコールヨハネスバーマンありがとうございます